しもべ、ご機嫌いかが？雪見温泉の報告をするついでに、ミカとベロータが元気に過ごしているか確認するために寄ったのよ。今回の任務で見つけた資源がかなり研究に役立ったそうよ。それでアンダーソンと相談して、雪見温泉はこれからも任務で北部基地を訪れたニケたちに解放されることになったわ。もし道に迷ったニケがいたら、暖かい雪見温泉で疲れを取ってから帰ってもらえるように。しもべ、前哨基地は久しぶりだから道がよくわからないのよ。時間があったら私をおもちゃ屋まで案内してもらえる？いらっしゃ。あれ？ミカ、ベロータ、しばらくぶりね。ルドミラ！ルドミラ、いらっしゃい。おじさん、おじさんも一緒に来たんだ。でもどうしておもちゃ屋に？上に雪見温泉の報告をするついでに、二人が仲良く過ごしているか見に来たのよ。体の具合はどう？おかげですっかり元気だよ。私もです。それはよかったわ。あのね、気になることがあるんだけど、雪見温泉はこれからもずっと空いてるの？そうよ。中央政府にも気に入ってもらえたようだから、雪見温泉の扉はいつでも開いているわ。ああ、ほんと？じゃあそのうちまた遊びに行くね。クリスマスの時すっごく楽しかったから、ミカも一緒に行こう。うん、いいよ。じゃあおじさんも連れて行かなきゃ。あの時あんまりおじさんにいたずらできなくてすごく残念だったから。いいよ、やれるもんならやってみて。またいろいろと楽しいことが起きそうね。二人とも元気に過ごしているようだから、私はそろそろ失礼するわ。ルドミラ、どこ行くの？ここまで来たついでに、しもべと一緒にアークの街を見物するつもりよ。そうなんだ。じゃあ私もついて行っていい？まあ構わないけれど。うっさーん、もうミカのそばから離れないって決めたの。こないだ遭難した時にミカにすっごく心配させちゃったからね。だから。え、どうしたの？言ってくればいいよ。え、私が店番してるから行ってきてもいいよ。本当に？ミカ、一人で店番できる？うん、もちろん。私の心配はいいから楽しんできて。ベロータの言う通り、クリスマスの時に全然遊べなかったでしょ。じゃあ、もし今日がクリスマスでも？うん、もう不幸なことは起きないから。クリスマスは幸せな日でしょ。ベロータが道に迷ったら私が探しに行けばいいし。クリスマスになるとベロータにいろんな不幸が襲いかかるんです。だからなるべく外に出たくありません。出かけていなければ怪我もしなかったはずです。ベロータ、どうしたの？ん、なんでもないよ。ああ、ミカにここまで言われちゃったら行かないわけにいかないよね。行こう、ルドミラ。行ってらっしゃい、ベロータ。Yeah.